ディノドントサウルスは、中世代三条期中期に、現在の南アメリカに生息していた、草食の単ユ類。単ユミッツナ、十ユ目、イハー木、ディキノドン下目。学名は、恐ろしい葉のトカゲを意味する。全長2から3メートルで、三条期の単ユ類としては、大型。学名は、やや後方に突き出た2本の大きな牙に由来する。ディキノドン類に、 特徴的な角質のくちばしは、先が比較的鈍く、頭部ら側の筋肉付着も目立たない。コックスは、同地域のスターレッケリアと共通なこの特徴から、原生の白菜と同様な植生に結びつけた。幼体も多数発見されており、哺入を行っていたと考えられた。マセトグナトゥスやプロテロジャンプサルイなど、本種は様々な死種動物と共存しており、地域によって、 体の大きさに差があった。ブラジル南部、リオグランデドスル州のパラナ堆積層から多数の化石が出土している。フリードリ・ヒホン・ヒューネや、命名者のアルフレッド・ローマーが所属する、ハーバード大学の調査団が1930年代から発掘調査を行った。ヒューネの収集した化石は、中ビンゲン大学に保存されているが、これらを調査した、ルーカスらは、 これらの化石標本が単一の個体からなるものではなく、ヒューネの立てた二つの種が容体と生態の違いであるとし、またアルゼンチン北西部イスキ中華層から報告されているいくつかの種を検討して、これらがディノドントサウルスと同一であり、この属がモノタイプであるとした。さらに、ルーカスはドイツ南部で発見されたディキノドント骨の化石がディノドントサウルスに、 禁煙の種である可能性があるとしている。ありがとうございます。